プリルフールだよとツッコミを受けた。番組にて背筋力を計測した際、18歳から29歳の平均は140キロだったのに対し、平野は210キロであった。この結果により番組では背筋すごい妖怪というあだ名がついた。生まれつき筋肉質だという平野、特別鍛えているわけでもないのに日常生活の些細なことで筋肉がついてしまうという。歯磨きだけでも筋肉がついてしまうそうで、とにかく力の加減がわからないのが悩みなんだとか。番組に出演した際、事前の打ち合わせで、Hello, ladies and gentlemen, those in between. Welcome back to my YouTube channel. My name is Everett, and today we are going to be reacting to 50 interesting things about Shou Hiranyu. ドラマ、映画、バラエティ番組など様々な場所で大活躍しており、 King&Prince のメンバーとして先日惜しまれつつもグループを脱退した平野翔。今回はそんな平野にまつわる面白いエピソードを50個紹介します。ジャニーズ事務所への入所はオーディションではなく振付師さんからの紹介だった。地元の名古屋でジャニーズ事務所の専属振付師をしていた過去を持つボビー吉野に出会い、平野を見てビビビッときたボビー吉野はすぐにジャニー北川へ連絡し紹介したのだそう。平野は入所わずか2ヶ月後にジャニーさんとセクシーゾーンのメンバーとアメリカに帯同させてもらっている。みんなで見たのはシルクドソレイユ。ポップコーンを食べ過ぎて眠くなってしまい、公演中に爆睡したという肝の座り方だった。これまで様々なアイドルや女優と熱愛の噂が立った平野、中には元乃木坂46のメンバーやドラマで共演した女優の杉咲花、今田美桜、橋本環奈などの名前も。しかし2023年現在お付き合いしている女性はいない可能性が高いようである。家族は父、母、弟、妹、平野の5人家族。もともと母、弟との3人暮らしだったようだが、母親が離婚を経験し、2017年頃に再婚している。子供の頃は祖父母と一緒に暮らしていた時期もある様子。幼少時には川崎病という乳幼児に多い病気を発症した平野。幼少期は体が弱く、運動を禁止されていた時期もあったそう。体力をつけるために、小学1年生の時からダンスを始め、徐々に名古屋でも注目されるようになっていった。バラエティ番組にて韓国でロケを行った際、韓国の首都ソウルをパク、通貨単位ウォンをベリーと答えるなどボケを連発。これが大滑りどころか反感を買い大炎上した。平野は BTS を世界的グループに育て上げた韓国エンタメ企業ハイブへの移籍説もささやかれていることから、韓国芸能関係者はこれに懐疑的な様子。バレンタインにもらったチョコの数はこれまでの最高がなんと64個。これはまだジャニーズに入る前の時代の話だというから驚きだ。さすがに64個は食べきれなかったということで、フライパンでチョコを溶かして一つの大きなチョコにして冷凍庫に保存したんだとか。平野には3歳年下の弟がいる。番組に出演した際に弟の名前の漢字を聞かれた際、まさかのわからなかった様子。ちょっと四角い漢字と答え、出演者たちを驚かせた。スタッフと打ち合わせをする際に、たびたび質問と回答が噛み合わない珍事が発生するという。好きな食べ物を聞かれて、椎茸が嫌いです。将来の夢を聞かれて、50歳からパターゴルフぐらいしかやることがないなど、バラエティ番組に呼ばれまくるのも納得の回答。外食や買い物が苦手だという平野、外食でも一人だと待っている間や料理が届いた時にどこを見ていいかわからないようで、一人で映画に行ってもどこを見ていいかわからないとのこと。ステージからもどこを見ていいかわからないそう。運動神経が抜群で、イメージしたことがすぐにできることが多いという平野。バク転やバク宙も練習せずにいきなり成功してしまったそう。当時13歳であまりにも普通に成功し、驚きのあまりノーリアクションの映像が残っており、番組で放送された。ジャニーズベスト重岡大毅と病院に行った時、受付の人に平野くんと呼ばれて、はい平野くんと言い、待合室で注目を浴びたことがあるそう。平野は周囲から悟空体質と言われるほど自分より強そうなものを見るとワクワクしていたそう。平野は限度というものを知らず、電柱に勝てそうな気がしてパンチして骨折するなど怪我ばかりしていたんだとか。電柱に勝てると思ったというエピソードを上回る衝撃のエピソードもある。平野は電柱に道を譲りたくないと思い、そのままぶつかって口の中を大怪我したことがあるんだとか。平野は舞台の制作発表の際、本当に13月があると思ったと発言。ブルー年のように数年に一度来ると思っていたそう。数年に一度来るならすでに13月を経験しているはずだが、その点について疑問に思わなかったのかは謎である。
ジュニア時代なにわ男子の大橋和也に騙され、4月1日はエイプリールフールと呼ばれることを知った平野。しかしそこで聞き間違いをしたのか、エリンギプールと勘違い。翌年のテレビ番組に出演した時、その時のエピソードが話され、平野はエリンギプールを知らなかったと発言。メンバーからエイプリールフールだよとツッコミを受けた。番組にて背筋力を計測した際、18歳から29歳の平均は140キロだったのに対し、平野は210キロであった。この結果により番組では背筋すごい妖怪というあだ名がついた。生まれつき筋肉質だという平野、特別鍛えているわけでもないのに、日常生活の些細なことで筋肉がついてしまうという。歯磨きだけでも筋肉がついてしまうそうで、とにかく力の加減がわからないのが悩みなんだとか。番組に出演した際、事前の打ち合わせで座右の銘を聞かれ、平野は水亀座と回答。現在では座右の銘の意味をしっかりと理解し、愛感謝と答えるようになった。干し柿が大好きだという平野は、自宅で干し柿を作ることにした際、スーパーで買ってきた柿を乾燥機に入れたそう。干すイコール乾燥だと思っていたようで、彼女は乾燥機から異音がして、見に来た母親にひどく怒られたそう。ジャニーズジュニア祭り見て、わかめスープが飲みたくなるぐらい楽しもうぜと謎のコメントでファンを困惑させたことのある平野。ライブではしゃぐと汗をかくので塩分が必要。わかめスープはしょっぱい、しょっぱいからわかめスープは塩分という理論で導き出されたコメントだったそう。3年くらい前なんですけど、高橋ってメンバーの子が20歳の誕生日を迎える日があったんですと、高橋の20歳の誕生日当日を解雇。その日朝から生放送があったんですけど、でも20歳っていうことなので盛大にやろうっていうことで、人生初めてのテキーラを飲んでと、高橋が20歳に変わる0時の瞬間に酒を飲みながら祝福したと明かした。さらに4時半迎えだったんですけど、4時半にマネージャーにバーに迎えに来てもらったんですよ。ホールでそのまま行くことになってと、夜通しで高橋の誕生日を祝い、そのままスタジオへ直行したという。普段から酒をあまり飲まないという平野は、気づいたら日テレを裸足で歩いててと酔っ払ってしまったといい、不思議な行動をしてしまったと告白。仕事を優先で取るか、メンバーの記念を優先で取るか天秤にかけたら、ちょうどピタッて平行だったと、夜通しで高橋の20歳の誕生日を祝った当時を懐かしむように振り返った。音楽番組に出演した際、ストーンズの森本慎太郎から平野に対しクレームが入れられる場面があった。平野は親友を公言している森本の名前を挙げた上で、結構不思議な関係で、あいつ先輩なんですよ、一応先輩なんですけど年は僕の方が上っていう、お互い気を使わずに遊べる中ですねと、仲の良さが垣間見える口調でその関係性を明かした。森本はそうだねとうなずきつつ、ただね、一個言いたいことがあると切り出し、連絡してくれるのは嬉しいですし、よく遊びに行くのも嬉しいんですけど、いきなり返信が来なくなったり、いきなり電話が来たりだとか、ちょっと大変なので平野さんどうにかなりませんかねとクレームを入れ、笑いを誘った。以前バラエティ番組で平野とろくろ体験に行ったと話し出したなにわ男子の藤原丈一郎。この番組ではショーが回るっていうドッキリやって、ショーが周りを回るというドッキリ企画だったのだという。しかしショーは、え、なんやこれ難しいとか言って、その状況でもドッキリとは気がつかず懸命に陶芸を続けていたのだそう。メンバーの高橋海人から衝撃のハプニングが明かされた。このハプニングは海に出かけた際に起こったそうで、高橋は行ってみたら曇りで天気が悪かったんです。海に入るにもテンション上がらないな、せっかく来たけどどうしようってなってる時に、翔がお前らそれでいいのかと体を張った行動に出たそう。今から海に一番テンション高く飛び込んだやつが優勝なって盛り上げようとしてくれて、一番最初に海に走っていって思い切りジャンプをして飛び込もうとしたんですけど、飛び込んでそのまま頭から突き刺さって、そのままパタッと倒れて波に打たれて岸に上がってきたと、平野に起こった衝撃のハプニングを振り返り MC を驚かせた。平野はその時のことを、計算と違ったと言いますか、ジャンプして横になった状態で入ったら面白いかなと思ったんですけど、思いのほか脚力があったもので、飛んだら頭の重みで頭が下になっていったんですよ。でも僕テンション上がってるから気がつかなくて、ノーガードでそのまま頭から刺さって、そこから記憶があんまりないと解雇。平野はメンバーの岸優太と共に日本に住む外国人ファミリーの自宅を訪問して世界の食文化を学ぶ企画に参加。その際にペルーの国民的炭酸飲料を発見して試飲した。すると突然、やべ声変わったと高音ボイスを発する平野だが、至って冷静。平野はたまにあるんですよ、キング&プリンスの中では結構日常的な出来事なんですよとし、騎士も本当にあるんですよ時々と平然と答えた。スタジオで見ていた他のメンバーも、ショーはあるあると通常運転であるとし、平野も本当にあるんですよ、ふざけてるわけじゃないと笑顔で答えていた。
ドラマで共演した女優の黒島結菜から平野の天然エピソードが明かされた。黒島はこの間も一人であれ鍵がないって言ってて、なんか探してるなと思って歩いてたら彼の楽屋に刺さってた。平野くんあるよここにとか言ってと撮影時に目撃した平野の行動を告白。スタジオの笑いを誘った。番組にてミステリアスなものについてのアンケートが行われ、平野はホルモンを飲み込むタイミングと回答。平野は本当に僕分からなくてと話し、珍しい回答だったためMC のキリン川島も驚きの様子であった。続けて平野は最後に締めで頼んで家着くまで食べてたことがあるんですよ、バムくらい食べててあれの正解のタイミングを知りたいんですと真剣に悩んでることを熱心に説明した。水の張られたステージでのリハーサル中、曲が始まってすぐに平野が足を滑らせ転倒してしまったことを明かした。転倒し濡れてしまった平野に他のメンバーがショー早いってと次々に声を上げると、平野はバカ滑ると驚いた様子。撮影は深夜1時に行われていたことから平野はやっと目が覚めたとユーモアたっぷりに語った。番組で今一番やりたいことを聞かれた際、合気道と答えた平野。スタジオには合気道の師範が登場し、手首をつかみ回して倒すという合気道の基本的な関節技をかけられた平野は我慢できずあっさり倒れ、怖っ残像見えたと驚きすごく感動してますと話した。平野はその技を習い、セクシーゾーンの菊池を相手に実践。菊池に耐えるように指示が出されると、あれ先生俺がと言いながら平野が膝から崩れ落ちてしまう事態。師範に指導を受けながら再度チャレンジしたが、同じように膝から崩れ落ち、スタジオを笑いの渦に包んだ。平野は嵐桜井からちょっと天然なところがある印象あると思うんですけどと言われるも、キョトンとした様子。今わーっと出てくる直前にですよ、桜井くん25歳の時って休みの日何やってましたと聞いたそう。収録直前に平野が桜井に話しかけてきたと、早速平野の天然ぶりを暴露していた。日本語で書かれたレシピを司令役が英語で翻訳し、日本語禁止の英語レシピを頼りに定番料理を作る企画に平野は司令役で挑戦した。レシピは焼きビーフン、人参をオレンジスティック、ビーフンをビーとフンに分けてビートイレット、麺を湯切る工程をバイバイウォーターと説明し、視聴者からは発想力がすごいと反響を呼んだ。メンバーの永瀬廉が平野とそっくりな金メダリストの平野歩夢について言及した。永瀬は「ショー出てたよねスノボー、めっちゃ高かったじゃないですかあのジャンプ」とボケた後、平野歩夢さん混んでくれないと、あれ翔くんじゃないですよくらい言ってくれないと、始まって5分ぐらいで3滑りと嘆いた。俳優の横浜流星と仲がいいことでも知られる平野、2020年に外出自粛要請が出された時でも2人は仲良く電話をよくしていたそう。当時出演していたドラマにかけて、最近の夜のバディは横浜流星ですねとコメントし、スタジオから笑いと怪しくないと突っ込まれていた。俳優の城田優と俳優の志尊淳と共にインスタライブを行った際、城田が平野くんもう可愛すぎて、ドッキリの番組とかでのリアクションがめちゃくちゃ可愛いよ、俺が女だったら確実に惚れてる、ただのファンねと平野について力説していた。ノーマンの向井康二は関西ジャニーズジュニア時代の9年前、平野と金冠という3人グループだったそう。当時の平野について向井は、ショーって天然じゃないですか、それをショーは嫌だっていうテンションでやったんですよと明かした。でもそれがおもろいから思ったことをやった方がいいって言ってて、それで今の天然があるんですよ。だから今の平野翔を生み出したのは僕なんですよ、生みの親は僕とドヤ顔。平野からは僕を生み出したのはジーコではないと思いますというメッセージが届き、向井は天を仰いで息を吐き笑いを誘った。平野は番組にて、アイドルでは絶対やらなきゃいけないかっこいい決め台詞とかも僕は絶対パスするんですよ、ジャニーズって絶対やらなきゃダメみたいなのがあるじゃないですか、それをちゃんと断ります、僕は唯一断るかもしれないそれくらい苦手でとかっこいい胸キュン台詞を言うことが苦手だと告白した。映画で共演した女優の浅川里奈から撮影時のエピソードが暴露された。浅川は、平野くんなぜかセグウェイに乗って現場移動してて、朝は必ずセグウェイに乗って現れるんですよ、でも帰りはキンプリのマネージャーさんが平野くんの後を追うようにセグウェイに乗って帰るんですよと不思議そうに明かした。番組にて自宅での恐怖体験を明かした。平野は耳元で急にギャーって叫ばれたりとか、寝てたら足音が僕の周りバーって走ったりとか、コンセント繋いでないのに掃除機が動いたりとかと、自宅で怪奇現象に悩まされていることを告白。平野はそういう時に家賃払ってよと話しかけるそうで、怪奇現象に対する平野の突飛な反応にスタジオの MC たちは爆笑。ネプチューン原田泰造がそしたらどうなるのと問うと、平野は静まるんですよと明かしてさらに笑いを誘った。平野は将来の夢について番組で聞かれた際に、お札に乗ることと回答。もちろんだがジャニーズでは誰も乗ったことがないので自分が乗りたいと思っていたそう。
というわけで今回は平野翔にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではジャニーズメンバーの面白いエピソードを紹介しているのでぜひご覧ください。それでは皆さんさようなら。バイバイ。Alright, I might as well make my introduction short and simple because I think that this reaction video is a little bit long already. So I would just like to say that, wow, I can't believe that I've just seen this video. 50 interesting things about Sho Hirano. I might as well rewatch this video because I don't want to tell a lie. I had a little bit of a hard time catching up with the English translation, you know, English subtitles.But I had so much fun watching this video. It's great to know a lot of like things, new things about Sho Hirano. Having such a wonderful friendship with his former King and Prince members. Goodness gracious. I love how this video was edited out, like those photos put together in one video.Not to mention those short video clips. This is so delighting. It's appealing to the senses. But anyway, guys, I'd like you to tell me what you think of this video in the comments section below, because of course your opinions matter too. All right, so that's about it for today's video. Thank you so much for watching this video. And if you like this video, hit the like button, hit subscribe, and hit the notification bell so that you can be notified when my next video comes out. Peace out.